ミシェル・ワルシャウスキー、ミシェル・ワルシャウスキーは、イスラエル在住のユダヤ人ジャーナリスト、反シオニズム活動家、共産主義者、ノンフィクション作家である。元イスラエル社会主義気候構,構成員。1984年創設の NGO、オルタネイティブ・インフォメーション・センター創設者。ミシェル・ワルシャウスキー、フランスのストラスブールに生まれる。父親はラビであった。16歳の時に、 エルサレムに移住し、イエシーバーでダルムードを学び、卒業した。そして、ヘブライ大学で高等教育を受けた。彼の思想は成人後に急速に左傾化し、マルクス主義に傾倒。イスラエル共産党から分離した審査翼組織、マツペンの構成員となった。後に、マツペンから分かれた新団体、 イスラエル革命的共産主義者同盟のメンバーとなり、同団体が加盟していた第4インターナショナルの一員としても活動、パレスチナとの連帯運動を始める。また、信仰していたユダヤ教を帰教し、無神論者となった。1982年にレバノン紛争が勃発すると、彼は一部イスラエル軍軍人だと、イエシュグブールという左翼団体の共同発起人となる。 この団体は、私たちは打たない、泣かない、占領した地には行かない、をスローガンに掲げていた。1984年に、反シオニズム思想を持つ、パレスチナ人とイスラエル人活動からとともに、NGO、オルタネイティブインフォメーションセンターを創設。1987年、ワルシャウスキーは、 国家反逆罪の容疑でイスラエル当局に逮捕され20ヶ月間拘留された。しかし彼は自分の信念を曲げることはしなかった。2006年にアラブ系イスラエル人政党バラドカラクネセト総選挙に出馬、政界進出を目指したが落選。現在も反シオニズムの立場から ユダヤ人とパレスチナ人との共存を訴え続け、執筆活動なども行っている。三人の子供の父親である。妻は人権活動家。ありがとうございます。